映画、ブレードランナーは、ウィリアム・エス・バローズが1979年に発表した小説。現代は1980年代の再版で、ブレードランナー、A ムービーに変更されている。日本語訳初版のタイトルも、単に、ブレードランナーであるが、中拍子や役者による後書きでは、より現代の直訳に近い、映画、ブレードランナーとなっている。元は、 アラン・イーナースが1974年に発表した小説ダブレイド・ラナーを映画化用に本案したものであったが諸事情から小説として発表された。その後、記事や評論などで本作が言及される際は、口述する同題の映画やナース作品と区別するために後者の題が使われることが多い。日本語訳が1990年にトレビルから発行。 リブロポートから発売された。フィリップ・ケディックのアンドロイドは電気羊の夢を見るかを原作とした1982年の映画ブレードランナーとは内容的には無関係だが映画制作サイドが主人公でカードにふさわしい職業名を探していた際、脚本のハンプトン・ファンチャーがファンであったバローズの同著に目をつけ使用料を払って映画に借用した。そのため、 エンドロールには、バローズとマースへの写真が表示されている。舞台は2014年のニューヨーク。1980年以前からの幸福志向、負担政策と過度の医療普及により、人口爆発と免疫力低下が起こっていた。また政府は、個人医療を非合法化したため、医療のアングラ化が起こっていた。これらのアングラ医療組織から、 アングライシア患者たちへ非合法な医薬品を届ける運び屋をブレードランナーと呼んでいた。主人公のビルはゲイのブレードランナー。ビルや恋人のロバーツは加速岩の抗体となる B23 ウイルスを散布するためにニューヨークの街に繰り出した。しかし目が覚めると1914年に戻っていた。たかがバローズボン。 山形広をありがとうございます。